えっと、ミユケンスさん、確定申告 E-Tax でやらないの聞きたいこととかがあったのかそうそう、あの、ちょっと来た方、いろいろね、あの、ちゃんとなんかこう、大丈夫かどうか、うん、あの聞きたかったんですよ。うん、だからね、LINE でね、あの予約できるんですけどね、LINE で予約して、あの、行きました。うん。国税庁の LINE をね、フォローして、フォローっていうかなんかして、なんか、うん、それで予約取れるんですよ。今だコロナだからね、密になったらダメだから、なんか予約制になってるんですけどね。うん。 でなんかもう一、えー、週間ぐらい前に予約してね、うん。さん経費で落とせるかいろいろ聞いた。あ来ましたよ来ました。でもやっぱりその人も言ったのが、あのー、まあ動画に関で関動画に関係あるものは一応基本的には認められるんですよねって聞いたらね。いやまあそれがね微妙なところでねって言って、<laughs> って言ってましたね。うん。いろいろ聞きました。うん。 はい深ちゃん宮さん申請書の名前のところに「どすこい」って書いたんですかああまあもちろん本名を書きましたけども「あの屋号」ヤゴ「屋号」ってあるでしょあのねっ屋号ね。屋号、ね、はあのこのチャンネルの名前です。だからねかなりなんかこうなんかめちゃくちゃふざけた申請書になりましたよ。<laughs> どこにでも行くどすこい行けるとこ行くどすこい喋り続けるどすこいって書きましたからね。あははは。たくさん YouTuber ですけどどうやーしたんですかそんなことしないですよ。あははは。 あのー、うん、てかむしろ恥ずかしいですよなんかあのー、うんうんとあのこ広告業っていうかまあ一応ま,まああのインターネットで収益を得て生活してるんですけどって言ってね <laughs> でまああのまあ,あの、まあ、い,いわゆるユーチューブなんですけどみたいないわゆるもなんでな <laughs> まあユーチューブなんですけどねうん。 っって言って言でまああのそれで生活をさせていただ生活をしてるんですけどって言って「ああそうですか」って言ってううううんそうそうそうでね一応雑所得まあ一応もうちょっと話するとね雑所得として一応あのなんかこう申請したんですけどあのいわゆる <laughs> いわゆる <laughs> いわゆるっていうかユーチューブですよね <laughs> うんじゃユーチューブが正式名ですからね インターネットで収益で生計を立てようと思っていてですね。<laughs> でねあのえそのまあもうちょっとその話をするとねあの YouTube ねあのをそのずっとこれからもやり続けていくそれをメインでずっとやり続けていくのなら雑所得よりも事業所得事業所得でしたっけに,のにした方がなんかいいのかなと思うんですけどみたいなことを。あの 何か書いてあの言ってたんですけど「うん、いやであのえど,どういうふうに YouTube やろうと思ってるんですか?」みたいなあの「メインでも就職とかはしないんですか?」って「ぎくみ」みたいな「ぐさ」みたいな質問されてね「あしないです」って言って「<laughs> ああ,あーそうですか」みたいな <laughs>、うん、なんかそういうねあの話をしてましたけな,なんかね「へー 就職しないんですかへえ36歳へえみたいな <laughs>、うん、頭の中でどう思ったんでしょうね <laughs>、うん、まあまあまあ。